正解です、これ。はい、行きます。おぉはい、どうもこんにちは。ナイスガイスカイです。桜井です。山本です。山上です。今回の企画は、山上の語呂合わせを当てろこの前語呂合わせクイズやったじゃないですか。はい、ありましたね。あの時もちょっと言ったんですけど、はい、僕は結構いろんなものを覚えるときに、うん、語呂合わせを使ってるんです。大学1年生の時にクイズ初心者だったから、うん、とりあえずそのいっぱいこういうイメージを覚えなきゃいけない。もう作りまくってたの、語呂合わせを。うん、そしたらみんなが非難なんだその語呂合わせは。はい、ということで今回は覚えたい単語とその単語がどういうものなのかを皆さんに伝えるんで、はい、それを僕がどう語呂合わせで覚えてるのかを当ててもらいます。じゃあ俺たちが今語呂合わせ作って、そうです、山上語呂合わせに近かったらいいんだ。そうです。例えばですね、パティオっていうね、単語、スペインとかにある中庭のことですね。はいはいはい、中庭ではパーティーをするじゃないですか、うん、パーティー大好き、パティオ誰だよパティオ。パーティーをする中庭って覚えると思うよパーティー大好き、パティオの方が覚えないパティオが出ないとちょっと3点はそろそろ第一問参りましょう。はい、よし、問題僕が覚えたい人物はアンドリュー・スコット・ウォーさん。世界一高い山、うん、あれをエベレストという名前を、まあ、つけた人物。そうだね、そうだね。クイズで基本的にこう西洋人名はファミリーネームだけで正解になるので、うん、僕はウォーさんを覚えたい。クイズノックの動画で覚えよう。二人三脚クイズ。そうそう、アンドリュー・ウォーさん。あんま考えるもんじゃないですよ。フィーリング、フィーリング。僕も3秒ぐらいで作ってるこれ。分かった、分かったこれ以上どうしようもない俺には。お、じゃあ福谷さんから。はい、はい、エベレスト命名戦争。お、これはどういうことですか。エベレスト命名戦争に勝った人が戦争ウォー。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、戦争が英語でウォーだから、まあ、だからやっぱ最高峰みんな名前つけたいなっていうね、命名戦争があっただろうという伝統を関連付けて覚えられる。僕は結構ストーリーで覚えることあるんで、うん、確かにそういい戦かもしれない。じゃあ菅井さん、はい、お願いします。エベレストに登ってウォーッと叫ぶ。はいはいはい、エドモンド・ヒラリーです、ね、初めて登った人。初めてエベレストに登った人。それだとね、初めて登った人でウォーって答えちゃう。じゃあその時の頃はエベレストに初めて登ってヒラリーと叫ぶ作るからいいのよ。ちなみに僕はヒラリーと身軽だから登れるって思ってます。おーすごい。じゃあ菅井さんはとりあえず登ってウォーって叫ぶ。登ってウォーって叫ぶ。じゃあ山本さんお願いします。正解を言おう。正解です、これ。はい、行きます。ウォーこれは何何何命してる、命すごい。エベレストじゃん。だからエベレストに登ってウォーと叫ぶのは同じなの。でもヒラリーと迷うのよ、うん、だから山頂で命しながらウォーって叫ぶ。このね、命名の命してるっていう覚え方を山上がしたんじゃないかという予想だよ。語呂合わせじゃないですかよくそれで正解では僕の語呂合わせを、はい、発表します。世界一高い山、ウォー、たっけーなのでウォーということで菅井山さん2ポイント。よしよしよし、嘘だろ叫び声、まあ、叫び声まあ、次の問題いきます。はい、問題、ベランダとバルコニーってありますよね。はいはい、これは似てるんですけど、ベランダには屋根があって、はいはい、バルコニーには屋根がない。この違いはだからどっちがどっちか、どうご覧せを覚えてるでしょう。いや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 、これな、これはね、あの仲間内でもこう名作の評判の名作なの。俺だって家にあるのベランダだもんなってやったけど。できました。あ、できた、あ、分かった分かった分かった。こうでしょ。あ、これ分かったわ。じゃあちょっと自信なかった菅井さんからお願いします。はい、こっちだけ覚えればいいと思いました、うん、ベランダは暗くてやーねーこれで覚えられることは、屋根がある方が暗いってこと。いや俺ね、似たような感じでイギリスにヨークシャー州ってのがあって、はい、うん、雨が降らないのよヨーク雨が降るシャーの逆の逆やるねやるやる。なんか何回も思い出していくうちにさ、あれこれは逆なんだったっけ。あるんだよ、ソ連 の, あのコルフォーズとソフホーズって、はいはい、国営の方がソフホーズね、はい、コで始まるから国営だからコルフォーズと思いきやソフホーズそこは逆で覚えたソ連のソなんだ。あ、ソ連の、ソ連の祖だから国営で、これはだからベランダは暗くてやーねーもう覚えました。はい、もう文章自体覚えちゃう。お、そう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 、だから間違いない、間違いない。じゃあ福田さんお願いします。はい、こちらです。おお、どういうことですかこれは。ベランダの家の字は家の屋根に似てる。すごい。だから、まあ、ベランダが屋根がある。僕も同じですね。お、はい、ベランダは屋根があって、バルコニーは、まあ、屋根ないよと。落としてないってこと。そう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 、すごい。正解はベランダの目は屋根に似てて、バルコニーの場は開いてるから
ということで、福田さん、山本さんが正解。すごい、これがもう完全正解です。あんまベランダの屋根こんな形じゃないだいたいこう、だいたいこうだけど、はい、ということで、菅井さん2点、福田さん3点、山本さん5点。おすごい、すごいですね。よしよしよし、強いね。強いとかじゃないの、これ。小学校強いでもこれ結構発見だね。すごい、これいいでしょ、うん、もう忘れる気してないもん。これはね、まともな枠のところ。まともな枠ということで、3問目です。問題、僕が覚えたいのは吉田増三さんです。調和という元号を、まあ、命名した、まあ、最初に単語を出した学者さんです。どう覚えてるでしょう。あ、もうめっちゃ分かった。もう完璧完璧だけど、つなげんのも。あー、これじゃない。よっしゃ、こういうことかな。こういうことでしょう。なんでこんな自信あんだろうじゃあ今回も菅井さんからお願いします、はい。新元号は昭和かっこ大嘘ってことで、よーし騙すぞーって騙されないんかーい、学士よーし騙すぞーが、よし騙すぞー、ね、そうそうそう。で、昭和かっこ大嘘、まあ本当なんだけど、まあ騙すぞーって思って言ったけど、騙されないんかーい、学士、学者、学者学者であることも覚えよう。そう、でも学士まで覚えられる。そう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 。じゃあ福田さん、はい、お願いします。別の元号が発表されちゃった昭和、よし騙すぞ、オープン事件みたいなあったと思うんだけど、はいはい、昭和ってのが本当は次の元号なのに、うん、なんかある出版社が違う別の元号を、次の元号これですってなんかすっぱ抜いて、うん、特ダネと、実際になった元号が別になったっていう事件があって、あ、よし騙すぞの部分は福井さんと一緒だけど、一緒なんだけど、あの事件あったから国民が騙された言語といえば昭和だなっていうエピソード込みで覚えてる。それで昭和も覚えてる。山本さんお願いします。はい、公文とよし騙すぞ、一緒ですね、一緒ですね。じゃあ正解発表します。はい、僕の覚え方は、次の言語は公文ですというのは嘘でした、引っかかった、よし騙すぞで、よし騙すぞということで、福田さん、山本さん完全正解です。これは俺見て見て、まあ、よし騙す動画メインなので今の状況整理しておくと、菅井さんが4点、福田さんが6点、そして山本さんが8点と。あーし、山本さん大体当たってる。もう山神じゃん、ほぼ山神よということで、次4問まで。問題、僕が覚えたいのはアメリカのアスリート、カーチ・キライ選手。あー、カーチ・キライね。この方はですね、まあいろいろあるんですけど、うん、バレーボールとビーチバレーボールの両方でオリンピックで金メダルを取ったという唯一の、今までの唯一の選手。そうかな、これじゃね。よし、これだ。じゃあ菅井さん、オープン。え、砂浜と体育館がないなんてコーチ嫌い。あ、コーチ、あー、コーチ嫌い、まあ、高知県に砂浜と体育館あると思うからそれカーチ嫌いがそれを知ってるかどうか知らないし、カーチ嫌いのセリフなんだ。カーチ嫌いのセリフだから、いいでしょ、カーチ嫌いのセリフってところ結構いいですよ。で、これね、体育館と砂浜両方必要な人だから両方ビーチもあるし、あ、なるほど、体育館競技もある、バレーボールだと思い出せるわけ。なるほどね。砂浜めっちゃあるからコーチめちゃめちゃあるね。じゃあ福田さんお願いします。はい、価値が嫌い、走りと泳ぎ、体育館とビーチですね。おお、ね、価値よりだったら徒歩でっていう意味になって、うん、あの価値が嫌いなので、うん、徒歩が嫌いってことは走りと泳ぎで体育館とビーチ。なるほど。山本さんお願いします。はい、五輪で負けるの嫌い。五輪の中よーく見たえコーチ、取る場所むずすぎる、合体漢字の帝王じゃん結局これその五輪で勝った人以外の情報がないじゃん。そうです、何回勝ったかとか、ね、バレーボールとかがない。あ、でも2回勝ったっていうのはこのカーを取った残りを見るでいい僕の合わせは菅谷さんと同じく、あのカーチ嫌いのセリフだと思ってます。あ、なるほどね。母ちゃん、俺バレーボールじゃなくてビーチバレーやるよ。え、ダメ、なんでだよ、母ちゃんなんて嫌いだ、ということで、母ちゃん嫌いが終わる。福田さんはセリフがあったから言ってあげて、まあ、山本さんはちょっと面白かったんで言ってあげて、なんだこれちなみにですね、カーチキライさんは金メダル取った順はバレーボール、ビーチバレーなんですけど、競技歴としてはビーチバレーの方が先にやった。難しい難しい。じゃあ別にお母さんからも多分言われてる、言われても言われてる、大賛成だ僕の語呂合わせの8割はこんな感じです。そう、最初の3問がまともなやつが長すぎるな
書ききれないよこれ。ということで今高橋さん5点、福田さん6点、山本さん9点。合いすぎでしょ。強いな。ということで最終問題です。あ、お問題。ハーブの一種にオレガナというハーブがあります。これはですね、語源があって、うん、ギリシャ語で山の喜びという意味があります、はいはいはい。まあ、こうクイズでは結構その語源で押すみたいなのがあるので、うんうんうん、どうしてもやっぱこの語源で押したいと、はい、ギリシャ語で山の喜びって言われたらオレガノっていうのを出せるようにしたいと、はいはい、逆にこうシンプルイズザベスト、やっぱオレガノの風味を存分に生かす、そういう一流の料理人の振る舞い。なるほどね。待てお今何点？山本さん9点、菅井さん5点、福田さん6点。福田さんが3点取ったら同時担当して、山本が1点も取れなかったら同時優勝、同点優勝。そうだね、これ今回は一番深かった人が3点、うん、で、それ以外0点でしょ。あ、それ以外0点、おお。で、僕より面白かった場合は加点と。あ、はい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 。いえじゃあじゃあいけ、これ山上にかけた、当てに行く。お、じゃあ菅井さんまずよしお願いします。これは、僕が覚えることは全く想定しません。山上だったらこう覚えます。俺がの山上大輝や。あー、なるほどね。ということで、じゃあ福田さん、はい、お願いします。もうこれ完全に、もう絶対俺がのって答えられますよ、はい、山の喜び、つまり山上大輝の喜びって何かなって自分で考えるんです、うん。俺がスマブラでガノンで勝つことが一番の喜びだから俺がの。ガノンで勝ちたい。そうそうそう。あ、ちょっと重い重いけど分かりました。あれで勝つのがもう一番の喜びで、スマブラの中でも俺はガノンが好きだと。そうそう、俺とガノン両方覚えられる。なるほど。じゃあ山本さんお願いします。よし、当てます。はい、もともと覚えてたからもともと覚えてたから最終問題、逆に逆によ。なるほど。それすごいそれすごい、もう全部重ねよ。発表しましょう、はい、正解は山の喜び、山上大輝、俺がの男だよ。すごいさせよ。そうだよ、そうだよ。ということで菅井さん8点、福田さん6点、山本さん9点で山本さん優勝。最後の最後合わなかったな。合わなかった、ちょっとね。山上やってきそうだなと思ったけどね。自分の名前語呂合わせってあるよね。俺その竹取物語で取ってこなきゃいけない宝物のうちの一つは絶対覚えられるのよ。ツバメの小屋須貝だから。ああ、ね、すごい。ツバメの小屋須貝だから須貝入ってる。そう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 。あとはもう蓬莱の玉の枝とかは覚える。はい、ということでね、今日は山上が考えた語呂合わせを当てるというゲームやってきましたけど、はい、語呂合わせをね、考えようと思うとやっぱ覚えようって気持ちになるからね、うん、それだけでね、記憶の定着につながるっていうのがあって、うん、一回考えてみるっていうのがいいかもね。昭和を命名したのは誰か覚えてますか？吉田松陽。吉田松陽。もう覚えられるね。公文ね。公文覚えられる。急に。勝ちが嫌いの逆だから2回勝ってるから。それでいい。それでもいい。覚えられたらいいから。まあ、こうやっていろんな、ね、人のアイディアを持ち寄って考えてもいいですもんね、うん。はい。ということで、皆さんもぜひね、面白い語呂合わせありましたら、コメント欄や Twitter の方で教えてください。はい。それでは、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、さよなら。土もオンにしてね。今日の一問はこちら。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter と LINE のアカウントもあるのでチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。